毎度大きいね、カッツです、久しぶりにね、一本撮ってみっかな。スタートすんのはね、ローソンの折笠のどこねからスタートします。で、夕方なんだともね、クレがね、すっかりは夜になって、いよいよ12月だがね、いよいよ今年も残すところあとなんていう話題が出てくるんだともね、まあ謎だったい皆さん、元気だったですか風邪ひいたりインフルになったりコロナになったりしてねえすか、大丈夫ですか。ねで今回はね何を撮っかなっていうとね、今年の1本目撮ったのはね、ラーメン屋さん撮ったんだよね。山田の居酒屋さんで前さんっていうとこね、前さんでラーメンがうめえずってね、それでじゃあ行ってみっかっていうことで撮ってみたんだけど、すんげえうまくて、でもう12月でなんか今年もよくね、他の YouTuber さんたちは今年の一番とかっていうねランキング嫌なのを出してんだけど、俺はランキングつけるようなあれもねえしね、とにかくなんかそういえば前さんうまかったなと思ってね、前さんにね行ってみっかなと思います。さあ夕方のね、5時半前ぐらいなんだけど、夕方の12月の山田はこんな感じだがね、まあね、こんな感じっていうぐらいかな。前さんのラーメンね、磯ラーメン系のラーメンなんだろうね。1回目は赤皿ラーメンだったかな、食べたのがね。で磯ラーメン系ではね、ずば抜けて運命と思うんだよね。運命と思うっていうかね、俺わはすぎなラーメンだがね、磯ラーメン系だトップだな、もう群を抜いてね、うまかったね、最高に。今日は何食べたらいいかなと思ってね、考えながら走ってんだけど、ここら辺なんだよね。山田のね、ビハンがあるとこのオール商店街っていうとこの、こっちから行くか、あ、ここ行くかな。人が映ったりなんだりっていうのもあったりね、別にいいんだけど、はい、と前さんね、お店の中はねこんな感じだがね、メニューはねこうね、こういう感じ、品切れ中まっけどね、まあまあこんな感じだがね、ページをめぐつどこういうそば系ね、うどんもあるしね、ご飯ものもね充実してんがね、普通に居酒屋っていうよりはもう発食堂っていう感じでね、で夜もちゃんとあるというね、まあ居酒屋さんだけね、こっちがメイン。ね、居酒屋さんだよね、いい販売だよね。はい、はい、どうも、これこれ、はい、全ラーメン880円、トッピングはねメガブド、フノリド、マズボド、ネギ、刻みネギね、それにホダーデが2匹、シューリが2匹ね、ナルトとね、このね、なんだい、うんまそうだよね。本当にこう、山田で取れるものだけしか使ってねえっていうね。他の、なんか、どこから見ればね、シンプルに見えこったけど、これが山田の浜の味っていうラーメンだがね。修理ね。これ運命だ、これが本当に運命だよね。で今度にはね、
一番最初のオープニングっていうか、物撮りしてる時にね、水平出したりなんだりで1分ちょいかかったんだよね、物を撮ってラップで撮ってる時にね。その間にね、若干伸びてしまったら申し訳ないの、本当にね、今度ばっかりはね、失敗したなと思う。あの物撮りにね、時間かけすぎだもんね。それでもね、若干ほんの少し、本当にちょいと伸びたかなっていう感じだったけどね、いや、うまかったね、本当に。それをね、こうカバーできるだけのこの出汁の効きが、出汁ワンバイがね、本当にうめえね。伸びてるったってそんなにそうには伸びてねえけどね、これホダでもね、ね、ザ・山田っていう感じでですか。メガブのとろみがいいがね、ふのりも出すね、最高だね。まあ喋んなくてもわかんがねえはね、運命のがね。え、つゆもね、最後まで飲んでごちそうさまと。でカウンターもお客さんがね、あ、いつも見てますよなんてね、お声掛けいただいてね、ドクターもお礼もするので申し訳なかったですね。いやいや、この場を借りて本当に本当にありがとうございました。ということでね、ジェンさんでした。いや、さすがにね、うまかったし、ね、最高だね。塩あんばいね、最高ね。しょっぱすぎず甘すぎずね、やっぱりここが俺は一番好きだな、山田で。っていうかね、山田もそうだけど、磯ラーメン系はね、ジェンさんのね、この今日は全ラーメン食べたんだけどね、味噌ラーメン系ではね、最高だと思うがね、まだね、なんか違うものも食べてみたいかなと思います。ということでね、せっかく居酒屋さんだけね、夜の前さんもね、撮ってみた。ちょっと今回はね、これ晩酌セット1650円っていうのを頼んで、内容はね、先出たったよね、あの通りなんだよね。同級生堂々ね、忘年会するかってことになって行ったんだと思うね。いや、面白かったね、久しぶりにね。いつも釜石でばり飲んでんだと思うね。やっぱり同級生堂々飲むときはやっぱり山田いいね。いや、この時もね、実はその動画ね、 YouTube 見れますっていうお声掛けをね、いっぱいいただいてね、いや、たまげだったね。握手してもらっていいですかあったりしてね、いや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 、こいつらそんなもんでねえんだと思うね、そんな感じでねえんだけど、そういう視聴者さんもいてね、いつも未練がええったりしてね、面白かったね。まだね、どっかで誰がっつうか見かけたらね、声かけてもらえば嬉しいがね、本当にね。それにしてもね、この前さんのこの夜のね、本来の居酒屋メニューね、居酒屋さんね、いやー、さすがだね、やっぱりね、夜も運命よ。雰囲気がね、いいもんね、なんつうか、チェーン店にはないね、素朴な感じでね、やっぱり人がっていうか、やっぱり夜でもやっぱり人だなと思うね。地元を継ぐのもあるのだかもしれないけどね、やっぱり人は味に勝るっていう感じでね、本当
とにかく気さくなマスターがね、うまかったね。スタッフさんたちもね、いい、すごくいい感じでね、よくしてもらったっていう感じだったらね、この後いろいろ頼むんだよね。これは誘導無駄だね。これ酒蒸しね、アサリのね。ということでね、今回はラーメン取ったり居酒屋さん取ったりね、こんな感じでね、山田の善さんでした。じゃあねー、またねー。